え、とっちゃす。ということで、えー、今回ですけどもね、今回からですけどもね、ちょっと試験的にでございますが、えー、ちょっとこう流し聞きできるような動画、ラジオ動画ですね。ラジオ動画っていうものを作ろうかなと思ってます。過去に、えっ、ー、と、オールナイト長野みたいな感じで、えー、30分40分の尺でやってたことはありますけども、今回はもうちょっとサクッと、あのー、聞けるみたいなところを重視しつつ、ながら聞きで、 皆さんの耳をジャックしようかなというふうに思っております <laughs>。はい、ということで、えー、今日なんですけども、記念すべき初回ですから、なんかね、あのー、本当に基本に立ち返ってじゃないですけどもね、えー、僕のファッションに対する考え方みたいなところの根本をまずお話しするところから、えー、始めてみようかなというふうに思いました。まあね、あのー、 いろいろあると思うんですよね。そのファッションとかを楽しむ上でとか、なんかまあいろいろ考え方とか人それぞれあっていいと思うんですが、私のですね、私の大原則、いま一度初,初心に戻ろうじゃないかということでやります。でね、もう僕はシンプルです。シンプルなんですよ。これも僕のフィロソフィーなんですけど、何かというと、もう好きなものを好きなように着る。もうこれだけです。超シンプルでしょ。もうこれね、僕ずっと変わんないんですよ。 えー、いつからかなもうファッション好きになった頃くらいからずっともうこの考え方は変わらないですねもう好きなものを好きなように着るもうそれこそが、えー、唯一にしてまあ唯一の唯一のですね唯一の原則かなというふうに思ってます当たり前っちゃ当たり前なんですけどもね、うん、というのもなんでこんな当たり前のこと言うかっていうとやっぱあの何ていうんですかね やっぱ物事を難しくしてる人がいると思うんですよね。世の中に。これ何事もそうだと思います。ファッションに限らずですけど。本来はシンプルで自由だったはずのところにですね、複雑な物事を持ち込む人がいますと。で複雑な物事を持ち込む。なんでその人はそういうことをするのかというと、そういうことをすると、えー、何かしらのメリットになることがあるんですよ。その人にとってね。例えばですけど、それがお金になるとかっていうことですよね。うん。だから、ファッションにおいて言うとですね、 本来であれば、その人が、えー、好きなものを着て、あ、楽しいな、これいいな、とか、もっていると言うと、自分を肯定できたりね、あ、今日俺いいやみたいな、今日俺かっこいいな、とか、よし、とか、鏡見てよしって思えるとか、多分それが僕は一番大事なことだと思うんです。それがまあ、ファッションの力かなと思うんですね。 来てるものによって、その自分の、その日の、まあ、メンタル的なところとか、なか精神的なところ、エモーションなところに働きかけて、何かこう、その日、一日だったり、その日のう生活持っていると人生を、プラスの、ポジティブな方向に持っていくっていうことが、まあ、僕はファッションの力かなというふうに思うんですけども、えっ、ー、と、だから自由なんですよね、本来は。ただ、そこに、例えば、複雑な物事、つまり、ルールとかですね、ルールとかを設けると。 本来はない。本来はないんですよ。ファッションにルールなんて僕はないと思います。ないんですが、まあ自由がゆえに、ー、まあそういったルールとか、えー、セオリーみたいなものを持ち込む余白があるわけですね。自由だからこそ。で、自由だからこそ、えー、困る人もいると。一方で。自由っていうのは素晴らしいことですけども、えー、自由だからこそ困ることっていうのも、まあ、やっぱあるわけですね。自由になっちゃうとちょっと 困っちゃうと何したらいいか分かんないっていうのとね、なんとなく分かると思うんですけど、皆さん、あの、例えばですけどね、えー、この、あのー、白い紙を渡されてね、ここにあなた好きな絵描いてくださいって言われるのと、えー、ここにリンゴの絵描いてくださいって言われるのと、どっちが楽かと。楽さで言ったら、リンゴの絵描いてくださいって言われた方が楽ですよね。ね。えー、というのと一緒でですね、そこでちょっと困っちゃう人が、え、何を描いたらいいんだと。もちろん何描いてもいいんですよ。その人が好きなものを描いたらいい。 なんですけど、え何が言たらいいんだろうって止まってあっちゃうそこをついてですね、えー、まあ何かあのー、チャンスをビジネスのチャンスを作る人がいてだからルールを作ることによって、えー、お金儲けをするということはまあこれはどこの業界にもあります例えばまあ写真とかもそうかもしれないですね、えー、正しい写真の撮り方とか、えー、いう本はね本屋に行けばあるじゃないですかでも写真の正しい撮り方って何ですかと別にその人が好きなように撮ったらいいやんと。うん 正しいいって何みたいなねそんなルールなんてないはずのところにルールがあるかのように見せかけまして、えーまあ、困ってる人をちょっとこう、うん、囲うという困ってる人からチャリンチャリンと、うん、お金を取るという、まあ、そういうのってあると思うんですけどねそういう感じでだから本来は自由なんですよねですけども物事を複雑にしてる人がいるとでも僕はあのーまあ、そういうのはなんかあんまお面白くねえなと思って。 そ,んなもうその人が好きなもん来たらいいやんというふうにはもうこれずっと思いますずっと思ってますだからなんかね、あのー、主語が自分でいいんですよね主語が自分でいいっていうのがもう本当そう思ってて自分かどう思うかですから他人がとかじゃないんですよであ大前提として今僕がファッションといって話してるのはこれ消費者の目線に立って話してること 話してることであります消費者の人が何を選び取って何を着るか何を買って何を着るかっていうことにおいて主語は自分でいいし、えー、自己満なんですよもっと極端な言い方すればねっていう話をしてます消費者の目線でねそうですその人が何を着ようが他人に迷惑かけないわけなんですから、まあ、TPO は分けまえなきゃいけませんがそういうところは最低限守ればですね何を着てもいいんですよ何を着てもいいんです。 そうそうでその人が楽しかったらそれが一番いいその人が主語主語は自分でいいという、えー、それが僕の考え方でございますから、うん、そうそうそううーんだからなんかねルールとかないんですよ自分の好きなもの来たらいいと思いますそれが一番で自分が楽しいって思うのがね僕は一番いいかなと いいうふうううふに思っってるんでなんででなか僕はずっとそスううスタンスですね、まあ、今僕はお店をやってますけどもその時もそうですお店をやるにあたっても、まあ、僕は僕でいいねいい,いいと思ったものを仕入れてますしそれを気に入ってくれたら買っていただければありがとうございますじゃないですか見事契約成立ということでで,でも、まあ、あの人によっては好みも違いますし、えー、僕がいいと思うものが、まあ、全員にとっていいなんていうことはありえませんからだから、あのー、そういう考え方ですよね、うん 正しいいとかないんでねだから何ていうんですかねもっとねシンプルに考えたらいいと思うんですよねなんか結構僕はそういう方を目にするんですよ何を着たらいいか分かんない何がいいのか何が悪いのかみたいなもっとねシンプルに考えた方がいいと思うんですよ何が自分に響くかっていうところですよね、うん、間違えとかそういうのはないです。 ないいいいとと思思った方がいいと思います僕は間違えるとかそんなんじゃないんで何で間違えるんですかっていう間違えって何正しいって正解って何という正,正解のない、あのー、ことなんだよねそんな段に何を着るかなっていうことはだと思いますから、えー、惑わされずにですねなんかそのこれの正しいファッシ正しいファッションとかなんかそういう、あのー、ワードっていうのは注意しなきゃいけなくてね本当に。 そうそうそうあとはなんかまあその正しさは正しくないとかそういうルールを持ち込むってこともそうですけどなんかねあのうん結局のところそうそうない,そうそうない本来ないものあるように見せかけてるだけなんでねまあそういうことですようんかなというふうに思いますから、えー、いいと思います。でそれをさらに言うとですね 僕が何を言おうが、それも気にしない方がいいってことなんですよね。うん、本当に。僕は、あのー。まあ、動画のネタ上ね。まあ、なんかちょっと、こう、ネタにして、えー、面白おかしく、えー、言い方悪い、わ、悪い言い方をすれば、バカにしてるような動画を出したこともありますけども。まあ、それは動画の、あのー、まあ、動画ってこともありますし。えー、もっと言うと、それさえも気にする必要ないと思います。僕は、だから、僕が。 仮に誰かの服装をバカにしたとしても、えー、それと好きなものを好きにした方着来たらいいということは矛盾しないということですよ。そうですよ。僕の言うことさえ気にする必要はないんですからね。僕は言ったとしても。そうそう。なのでなんかまあ,あのまあ僕は動画の演出上というか演出上のまあネタですから、まあ、そんなのは気にしないでいただいて僕はリアルの世界で他人の誰かが何かを着ていて例えばそれをネタにしたこととかいじったことは一回もないですから。 これ,はこれは胸を張って言います僕は絶対に言,言わないです。何を着てようがその人の自由なので、えー、別にいいじゃないですか、ねえ。それで僕がそれおかしいよっていうのはな何をもっておかしいのかっていうところですよね。うん、じゃないですか。だから、まあ、あのもちろん思うことはあったとしてもねそれはあるじゃないですか、ね。思うことなんて止められないんですから自分の頭の中で。でも口に出すことと思ってる胸にとどめてる。 ままっていうのはまあ、天と地の差がありますから、えー、口には出さないとそうするとね。なんか僕はもっとねいいと思うんですよね。なんかもっと楽しめる状況にというか環境になってくんじゃないかなと思うんですよ。みんながみんな。自分が好きな格好をしてで。まあ、あの別にマインド。 オンビジネスマインド・ユア・オン・ビジネスということで m i o b でやってればねまあいいんですよそれが一番それがいいいい理想じゃないですかねっていう、まあ、考えもありますから僕はそういう変なルールとかもないし自分が楽しかったらいい,い,いんちゃう、うん、自分が何を買えばいいですか何を着たらいいですかそれは何を着たいですかっていう質問なんですよね何を着たいんですか何を買いたいんですかでそのそこじゃないですかね、うん なんか買うううべきものとととかなんかそういうことないこなんでね、うん、好きなもの着たらいいと思います。好きなもの買ったらいいと思います。それで楽しかったらそれが一番いいと思います。自分のこといいなと。肯定できたらそれが一番いいのではないかなというふうに思いますから。はい。それは僕の基本です。はい。まあそんな感じでね。うん。うん、はい。そんな感じです。ではまた。